こんばんは、ブラッシュでございます。今日はですね、なんか小さい声になりますけれども、まあ外から、そのまま生で撮影してそれを YouTube 上げるというお話を昨日配信でしてたので、実現しに来ました。まあ、最初は公園とか、探してみてですね、まあ、いいかなと思ったんですけれども、なかなか公園だったら芝生と遊具しかなかったので、まあ、今日はシーグラスですね、海にあるガラスの削れたシーグラスを探しに来たところに、もういい時間になってこの時間の夕方になりましたので、まあ、ここで、そのまま YouTube の配信として書きながらですね、生で一発撮り、まあ、車も通るし、もしかしたら知り合いも来るかもしれないですけれども、ちょっと気まずいですね、そうなったら。それはそれで、まあ、ハプニングはあるかもしれないですけれども、ここでですね、こんな感じで、生で書いていきたいと思います。本当はここに置きながら書ければいいんですけれども、まあ皆様ね、これを見るよりは夕日を眺めている方がいいのかなというところで、僕は途中経過で、書きながらですね、やっていきたいと思います。まあ、初めて昨日やるって言ってチャレンジしたばっかりなので、まあ、どんな感じで書けるかっていうのはねありますけれども、書いていきますね。今日はこれからスタートでございます。よろしくお願いします。まあ、マイク入ってればいいな。なんか一人でこう独り言みたいに話しながら書くのはちょっと恥ずかしいですけど、書いていきましょうね。まあ、縦書きで、書いていきたいと思います。まあ、大体の流れはね、そう、なんかいいアングルを探すのにすごい時間がかかるんだなっていうのをですね、今回、やりながら思いましたね。今、あそこの先で釣り人がいるの分かりますか？釣り人がね、釣りしてますね。そう、もうあそこは閉鎖されてるのかな、昔ながらあるところですけどね。今僕はどちらかというと、生の景色を見るんじゃなくて、皆様が見ているアングルを元にですね、書いていってます。まあどんな感じになるか、あと材料的なものも、まあ、外に持ち運べるということで簡易的なものしか持ってきてないんですけれども、まあそんな感じでいいかなと思って、あとはもう色でねカバーしていきたいと思って持ってきてます。どんな感じになるんでしょうかね。まあでも自然見ながら書くっていうのも配信でもないですし、 YouTube もね初めての試みなので、どんな仕上がりになるかっていうのはもう縦でね書くっていうのだけは決めてましたので、縦書きで書いていきます。まあ今こんな感じでね、こんな感じデッサンしてます。どうですか？まあ中でも夕日眺めながら僕はこう話してるだけで、眠れるね、眠れる YouTube になるんじゃないかなと思ってますけど、まあいつも一発撮りだからできることでもあるかもしれないですね。まあ夕方虫もねちょっと増えてきて、今日は水をもう含んだ、あれがないな、拭くのがないのか。まあまあやってみよう、やれるだけやっていきますね。ちょうどね今後ろの方が道路になってるので、そこの部分がですね、今ね車が通ってね、ちらちらやっぱり見ていきますね。この人絵を描いてるよみたいな、こんな田舎で絵を描いてるよと思って通り過ぎてて行ったと思ったら、すぐね通り過ぎた左側がその方の自宅ですね、おそらく。絶対声かけられそう。まあドキドキしながらね書いてます。まあ海の近くに家がねいっぱいある地域なので、うん、そう、なんか
津波とか来たら大変だろうなと思いながら、台風の時とかもですね、まあ、危ない地域なのかな、危ない、まあ、風がねもろ来るっていうぐらいで、津波とかは今のところあまり来てないの、来たことないのかな、大丈夫と思うんですけれども、一人でブツブツ言いながら書いてるから不審者に間違われそうな感じもしてやってます。まああまりね、かあの誰だみたいなね、えむとか言ってる、まああの書いてる中で自然と、まあ、僕が話さなくなった時は多分波の音が聞こえるのかな、今は聞こえてないかもしれないですね、僕は聞こえてるけど皆様には波の音は聞こえてないかもしれない。まあマイクであの音を拾うためにイヤホンマイクつけてるので多分ね拾ってくれないかもしれないけど、まあ書いていきましょう。こう1時間ぐらいね書けるわけではないので、いつも通りに書いてますが、体勢は、立ってます。いやいや下ネタじゃなくてね、立ってますね、立ちながら堤防というのかな、堤防に、置いてカメラも設置して、中腰というかな、そんな感じになりながら書いてます。姿勢はねなぜかいつも通りに声を張れないっていうぐらい静かな、ね、地域ですね。ここはどんな感じになってるんだろう、すごい角度も、ああ多分ね家だったんでしょうね、シャッターを開ける音が、そう早く描かないと夕日の色はね濡れないなと思いながら、今ね途中経過こんな感じにね描いてます。なんとなく雰囲気はありますか、同じ感じの。よし、色を塗っていこう。あまりね長く入れたら恥ずかしい。さあ早速もう色をね塗っていきたいと思います、うんうん、ここはもう山にかかっちゃったな、どんな感じなのかな、何やってんのとか言われそうですね。君は何やってんだって。そうです。私が変なおじさんですとか言うしかないのかな。こうなんかドキドキ感もねあります。虫もいるしね。目の前に草があるようにね、虫もたくさんいます。今ね、色を、ね、入れ始めました。夕日。まだまだこれからですけど、まあ夕日がもう沈んでいくので先に描かないとなと思って描いてますね。まさかこんな田舎で YouTube 撮影してる人がねいるなんて多分誰も思ってないので、多分不審者にしか思われてないでしょうね、ブラッシュが。なんだあんな、あそこでなんか絵を描いてる人がいたみたいな噂になっても困るんですけどね、不審者みたいな感じになってる。ほうほう、なるほどね、日が沈むのも早いですね。どうですか、今日も暑かったですか。このね今描いてる海で今日はシーグラスを何個かね、ゲットできたので、そのうちお裾分けができる時がね来ると思います。さあ途中経過見せながら描くしかないっていうね、初めての試みなのでちょっと準備の方が、何が足りないかっていうのも実験的にですねやりながらっていうところになってるんですけれどもね、虫もいるしな、す
お家なんか木の間からブツブツ言って書いてる人がいる思われるかもしれないな。まあそれはね仕方ないです。体を張って皆様が楽しんでいただけたらねそれでいいなと。悪いことをしてないですからね、絵を描いてるだけなので。絵を描くのにこんなに体を張らないといけないのかっていう感じになってますけど、水彩でもないからな。ブルーね、描けただけですよ今ね。途中経過でね、あそこじゃん。まあ撮影終わってから後でアップするからリアルタイムではねブラッシュだと分かる方は誰もいないのか。よかったよかった、場所が特定されてね来たらいますからね。はい、ということでやっぱり声をねかけられました。まあ車でしょうね。車に興味もありながらやってることがおかしいなというところでしょうね。まあちょっとお話ししてた時間があるので夕日のね落ち方が編集後ではちょっと落ちてるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。やっぱりそうなんですよね。ドキドキしながら多分今後も外で撮影したらこういう、まあ、トラブルじゃないけどトラブルですね中断しちゃいますからね。そういったことはまあありありですね。このぐらいはまだ可愛いトラブルかと思いますね、まあ、今進捗はねこんな感じ。そう、まあまあまあ話しかけられますよね、やっぱり。ドキドキしながらね、やらないといけないのと合わせて、まあでも新鮮な感じはあります。多分皆様も、あ、音声だけあれか、編集カットして編集しなくても音声だけ切ればいいのか。そうしよう。その方がね、映像は。夕日の映像が流れてるのでそれがカットされない方がいいのかな。まあどっちがいいんでしょうかね。カットした方がいいかな。いや大丈夫か。こう無音の状態があったところはハプニングがあったと思っていただければいいので。なるほど、まあ外で書くからねこういう風になっちゃうよな。まあ自宅でね、自宅というかいつも書いてるところで書くよりはねちょっとやっぱり体勢も違えば筆のね乗せる勢いも変わってくるのでちょっといつもとは違いますけどね。タッチとか、まあ、道具とかも違いますけれども、まあ今編集で多分音がなくなるかカットされるとは思うんですけれども、やっぱりね聞かれましたよ。 YouTube はね見ないというかやっぱり自分の身になる走り方とかそういったものは、見る方ではありましたけども、なんか YouTube に関してちょっと話を聞いたらやっぱりねこの年齢、まあいくつくらいなんだろうな、50ぐらいかな、
この年齢になるとあまり見ないとは言ってましたね。身になるものは見るけど、そんなにね見ないって言ってました。でそれでね立ち去った後にやっぱりね、なんていう名前でやってんだって聞かれて言いましたけどね、検索に引っかかるのかどうか、ブラッシュだけ言ってもね多分引っかからないんですよね。ブラッシュデザインまで言ってないですしね、どうなんだろう、そんな簡単なんかあれですね、これやってますっていうなんか名刺かなんかチラシとか YouTube 撮影中っていうのを出した方がいいかな。いやでもダメだな、顔バレしちゃうわね。えそんなところでね、着々と書いてますけど、ここの太陽のグラデーションがこんな感じですね。こうしよう、うん、本当はねそのぐらい明るいんですよ。で全然一瞬で変わりましたね。一瞬で太陽感が変わる、ね、だんだんさっきとまた夕日の沈み方が違うので、ね、どうかなと。もう早く描かないと変わってくるんだなっていうね、自然の太陽とかは特に時間が落ちますからね。全然色味がさっきと違う。ということで、声がねどれだけ入ってるかわからないですけど、今ねこんな感じです。まあでもこれでも全然いいのかな、いい感じですかね。なんかね大変ですけどね、これだけこうね、ブラッシュは声をかけやすい感じではあるのかな。そういったところはいいですね。あれ、いたってね。ちょっとまたこれ編集しないといけないな。なんかたまたまなんですけど、隣に別荘が3つぐらいあって、なんかスペインの画家さんとなんか知り合いっていう話でなんか紹介されてますね。僕はまた一瞬音声切れるかもしれないけど、面白いな、そんなご縁がね出るとあるんですね。面白いな。帰ってきました。ハプニングが続いて、どう編集していいかちょっとね僕もわからないですね。ここまでハプニングがいいハプニングですけども、どうしましょうね。この後どう編集していいか、話がどこまでつながってるかもう全然わからないですけれども、今ね、話してたのが
志村けんさんのね、はい、結構飲んでたっていうか、好きだったっていうか、なんていうかな、あの毎月のように毎月こう頼んで取ってた一郎という焼酎あるじゃないですか、まあ、あれの、まあ、すごい人気がある、焼酎屋さんがねあるんですけれども、工場がねあるんですけれども、地元にですね、その名前、その名前、焼酎の名前が今話してた、奥様のお父さんの名前、おじいちゃん、お父さん、お父さんの名前って言ったかな、お父さんの名前らしいですね。マジかと思ってね。でもそんな、名前をね、まあ、貸したというかね、名前を使わせたって言ってましたけど、その、娘さんでさえ今ね一郎という焼酎は手に入らないみたいですね。忙しくてね、そう、名前貸してるのに入らないのかって言って、まあ冗談っぽくね言ってましたけど、本当に入らないみたいですね。手に志村けんさんの偉大さがね、そういったところでも伺えるような、お話をね聞けました。あとね、スペインの、まあオブジェ、オブジェっていうかな、スペインの方のねオブジェとかをこう家のところに飾ってあってね、見せていただきました。こんな感じで もう仕上げに入ってますけれどもね、うん、こんなところかな今日は。まあ、仕上げとかないとな、暗くなっちゃったら車もね通りますけど、うん、まあ、今日はこんな感じでいいのかな、はい、ということで今日書いた作品はこんな感じに仕上がりました。まあ、初めてのね一発目の野外配信、ピント合わないかな、見えるかな、こんな感じ、野外配信で書いた作品、ね、もう一郎っていう感じになっちゃいましたけどね、なんかすごいピントが合わないんですね。あ、そっか、こうやれば合うか、あったかな、うん、あったあった。まあ課題はねたくさんあります。外でね書く課題、もうすごい変な体勢で書いてますけど、プルプルしてる手が、そう、なんとかプリントもありながら仕上げることができました。すごい夕日がね綺麗なので、こんな感じで今日はねどうしようかな、編集、話してる会話の内容をカットした方がいいのか無音にした方がいいのか、まあ無音がいいでしょうね、映像が綺麗ですからね。まあ最後はあと波の音を10秒ぐらい流して終わりたいと思います。今日はこの見たブラッシュが生で見て外で初めて描いたっていうね作品を描いてみました。ピント合わないな、なかなか。こちらこんな感じですね、はい、ということでなかなか動かない自分を自分で動かすことブラッシュでございました。またお待ちしております。見上げる空、月は輝く、冷たい空気、体凍える、震える心、思わず震わせ、体感は寒くても心は強く持つ、何もないところから始まり、また一から何かを想像、日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わる、それも本能的に動く、その一歩が明日につながる大きな一歩だ、日は昇り日々繰り返し動く、鼓動も高鳴り大地も照らす、暗闇の中迷う迷いを抜け、記憶をたどる歩く暗がりを刻む、時と同じ空間に日々変化する中の B ラッシュを、筆にかける生き様、降りてくること